それではお待たせいたしました。プレミアム G1 第1回ボートレースバトルチャンピオントーナメント、いよいよ明日決勝戦を迎えます。ただいまのお時間よりトーナメントを勝ち上がりました6選手によりまして枠番抽選会を行わせていただきます。今回はこの阿弥陀抽選機を使用しての抽選になります。進行のご説明をさせていただきます。まず最初に先ほど選手代表代理に立ち会っていただきまして枠番の書かれました札にシールを貼っております。現時点では何号艇か分かりません。選手の皆さんにそのシールを貼られた札を取っていただきましてお好みの場所に貼っていただきます。はい、6選手が貼り終えましたら番号の書かれた札を1枚各選手に選んでいただきましてその番号の阿弥陀線を入れます。そこまで終えましたら順番に阿弥陀を行って枠番が決定するということになります。抽選の方法に関しましては実施要項に基づいて実施をさせていただいております。選手の皆さんよろしいですか。そして引き続きまして明日の決勝戦を勝ちましたチャンピオンに贈られますチャンピオンベルトのご説明をここでさせていただきたいと思います。過酷なトーナメントに勝ち抜いた最強ボートレーサーである優勝者を称えるにふさわしい証チャンピオンのみが手中に収めることができるチャンピオンベルト。ベルト部はボートレースを象徴するボートレースブルー。最強ボートレーサーを称えるにふさわしい雰囲気を作り出す24レース場すべての名称を円形に配置いたしましてそれを強さの象徴龍が取り囲むことによりボートレース界最強を表現したその左右には歴代のチャンピオンの名前が刻まれて歴史を重ねてまいります。記念すべき令和の時代を迎えまして第1回大会を制してこのベルトを手にし歴史に名前を刻むのは一体どの選手なのかぜひ皆様ご注目をなさっていただきたいと思います。それでは早速でありますが枠番抽選を始めてまいります。それではまずトップバッターでございますが武須島選手、はい、よろしくお願いいたします。まず最初に、シールの貼られた番号札を取っていただきお好きなところに貼っていただきます。はい、結構でございます。はい、続いて宇龍選手お願いいたします。ありがとうございます。一応線のちょっと上かなという、はい、細かいことでも申し訳ございません。それでは続いて吉川選手お願いいたします。なんか結構皆さん素直に4番目のところ、はい、続いて長田選手でございます。はい、一番下に貼っていただきました。はい、それでは柳沢選手お願いいたします。はい、もう田村選手は貼るところは決まっております。はい、そういうことになります。さあ、それぞれ貼っていただきました。ありがとうございました。続きまして今度はお好きな阿弥陀番号を順に手に取っていただいて、ちょうど自分の胸のところで皆さんに見せていただきたいと思います。それでは武須島選手からお願いをいたします。8番でございます。はい、続いて宇龍選手お願いいたします。3番でございます。吉川選手お願いいたします。5番でございます。ありがとうございます。それでは長田選手お願いいたします。はい、10番を取られました。はい、はい、そして柳沢選手お願いいたします。7番です。はい、そして田村選手でございます。はい、4番です。すいません、じゃあ皆さん番号を前に出していただけますか。8番、3番、5番、10番、7番、4番、じゃあそれ以外の選ばれなかった番号でございますがこちらの方は消させていただきたいと思います。はい、このようになります。はい、じゃあそれでは番号札皆様お戻しいただきましょう。ありがとうございます。はい、歓声が上がりましたけれどもこのようになります。はい、さあそれではお待たせいたしました。それぞれ、定番のところにシールを貼った札それから、阿弥陀の線をそれぞれ選んでいただきました。それでは早速武須島選手から参りたいと思います。ご注目いただきましょう。お願いいたします。はい、武須島選手上から2番目、さあ何号艇になるんでしょうか。それではめくっていただきましょう。
はい、2号艇でございます。ありがとうございます。さあ、それでは続いてまいりましょう。今度は瓜生選手でございます。瓜生選手、一番上でございます。さあ、シールを剥がしていただきましょう。4号艇でございます。まだ1号艇は出ておりませんので、あとの4選手はにこやかな表情でございます。それでは吉川元博選手、参りましょう。はい、下から2番目、さあ何号艇なんでしょうか。6号艇でございます。ちょっと先ほど喜びすぎたかなという感じはありましたけれども、はい、慰めております。さあ、続いてそれではいきましょう。地元お皿選手でございます。はい、下から3番目になりました。それではめくっていただきましょう。5号艇でございます。さあ、もう柳沢選手と田村選手が本当に嬉しそうな表情を出しておりますが、残り物に服があるんでしょうか。それでは柳沢選手、いきましょう。はい、一番下になりました。柳沢選手は3号艇です。ということは、さあ田村選手、引き続いていきましょう。まさに残り物に服があったということでございまして、さあ1号艇です。はい、ということで、これで決まりました。明日の決勝戦、改めてご紹介をさせていただきます。1号艇が田村貴信選手、2号艇ブス島誠選手、3号艇柳沢はじめ選手、4号艇瓜生正義選手、5号艇長田頼宗選手、6号艇吉川元弘選手、以上の6メンバーで決勝戦を戦います。ぜひ皆様、素晴らしいレースを見せていただきたいと思います。どうもお疲れのところありがとうございました。以上をもちまして、枠番抽選を終了させていただきます。